バラモン階級の人々バラモンとは、インドのカースト制度の頂点に位置するバラモン教やヒンドゥー教の主祭階級の総称、ブラフミンとも言う。バラモンとは、サンスクリットのブラーフマナが漢字に音写されたバラモンをカタカナ書きしたものであり、正確なサンスクリット語形ではない。ブラーフマナとは古代インド哲学で宇宙の根本原理を指すブラフマンから派生した形容詞展示て名詞、つまり、 ブラフマンに属するの意味である、ブラフミンとも言う、紀元前13世紀頃、インドアーリア人が、原住民族のドラビダ人を支配するためにバルナを作り出した。そして、自らを最高位の司祭、僧侶階級に置き、ブラーフマナイコールバラモンと称したのが始まりであると言われている。これは、バルナの起源を、神話上の宇宙論に求めるヒンドゥー教徒の考え方とは相入れない。 リグベーダに集裁されたプルシャ参加によれば、神々が祭祀を行うにあたって、現人プルシャを切り分けたとき、口の部分がバラモンとなり、両腕がラージャニアとなり、両腿がバイシャとなり、両足はシュードラとなったという、初期仏教の経典の一つ、ダンマパダ26-393では、著者は以下のように、出身階級による差別を明確に否定している。 同書の第26章、バラモン全体では、執着を断ち切って、安らぎの境地に達し、完成された人をバラモンと呼ぶことを繰り返し、強調している。羅発を言っているからバラモンなのではない。姿勢によってバラモンなのでもない。生まれによってバラモンなのでもない。真実と理法とを守る人は安楽である。彼こそバラモンなのである。日本では、トライしたインド人の仏教すべてを、 出身のカーストに関わらず、バラモンと呼んでいる、バージーラーを一世。彼は、バラモンのマラーター王国最小である、西ベンガル州のバラモン、ラビンドラナートタゴールの相合、12世紀後半以降イスラーム教徒が侵入し、13世紀にはデリー・スルター・アーガーサ、16世紀にはムガル帝国が成立したが、バラモンはそれらの支配の下で、ヒンドゥー貴族や地方管理などとなり、 依然として高い地位にあった。また、18世紀に、デカン地方を中心に支配したマラーター王国の最小をはじめとする支配層もバラモンで占められていた。2011年の国勢調査によると、インドのバラモンの人口は6500万人であり、全人口の約5%を占める。ありがとうございます。